タカは地球にいない？そんなことがあり得るの？根拠は2つ。1つは私が今地球全体にパトのオーラ探知を行ったけど反応がなかった。私のオーラ技術精度は帝王神と同格だったからね。力は落ちてるとはいえ、地球くらいの範囲で特定の相手に限って探知するくらいなら楽勝だけど見つからない。後押しじゃないけど、私も探知は得意だけど気配は感じれない。虚構迷宮内に残ってた人全員なのかな？それは違うと思うよ。聞いた話だと虚構迷宮崩壊直後メリアがパトの気配を認知してる。ちゃんと脱出はできてたはずだよ。二つ目は似たような話だけど、ミエルちゃんの気配も消えた。治療のために呼んだなら間違いなくオーラを使ってる。なのにそれも感知できないのはおかしい。隠した可能性も考えたけど、そもそも気配やオーラをなくす技術は私ですらできない超高等技術。メリアでもできない。せいぜい気配をごまかす程度。ステラッチがつけてたローブと仮面みたいなね。それにパトとメリアちゃんが隠密行動していると仮定してもおかしいわ。せっかとハクちゃんはデスペナルティで足手まといだから呼ばないのはわかるわ。でもカナちゃんは能力が使える。隠密行動と次元支配は最高の相性。巻き込みたくないという話だとしてもリスク削減を考えるならカナちゃんは絶対に必要。使わないなんてありえない。まあ、これはエテルッチとかステアッチ使っても同じ答えだと思うし、突拍子もないけど地球外にいるって判断した方が早いよ。じゃあどうすればいいのよ。黙って帰ってくるのを待てっていうの？パトは緊急の状態なんでしょ。策はあるよ。時間はかかるけどね。策は4つ。1つはメリアのオーラの残骸をたどる。これはかなり繊細だから私にしかできないかな。だから電波でエテルッチ、嗅覚探知でステアッチを使う。使えるものは使える間に使う。その2人もいつ消えるかわからないしね。カナちゃんはそのアシスト、時間がないから次元支配でできる限り時短したいかな。わかった。2つ目はステラの探索。見つけなくてもいい。地球にいたという痕跡があればよし。あの人の家に訪問して、もぬけの殻ならステラは地球にいる。でももし、部屋にステラらしきオーラの残骸が残っているならそれをたどってステラを見つけて、証言は聞いておきたいかな。ならその役目は私がやるわ。見え陰性で多少は一人でもどうにかなるようになったからね。私とハクはどうしたらいいの？せっかちゃんとハクちゃんはコトカちゃんのオーラ鍛錬を、あの子の専属神経役で役割は、ね、だから、ね、は距離無制限で主の視界と共有する。だけどコトカちゃん自身まともにオーラを扱う術がないから使えない。もっと言うなら、せっかの右腕、ハクの両足はオーラがちゃんとあって、パトが扱い方を理解していれば手に可能なんだよ。デスペナルティでオーラがないから。私とせっか様の契約はうまく使えない。だから終わるまでの間、コトカちゃんのオーラを鍛えて契約が使えれば少なくとも視界からの情報は得られるってことだよね。ハクのデスペナ終了は24日、私は26日、それまでは待機ってことね。あと一つは、私にかかっている封印を一つでも多く解く、その解析を解く時間が欲しい。でもこれは一番可能性が低い、想定では 1% もない。だからこれは調査を終えた後に私が自己責任でやる。まずはできることからやろう。ゲスカお姉ちゃんもすぐ準備して出かけたし、ソフィアちゃんとカナもエテルちゃんたちに話して各自調査に行った。コトカちゃんは虚構迷宮内で莫大な量のオーラを使ってガス欠状態。オーラのガス欠は慣れてないと数日寝込むレベルだから今は白が完了してる。看病に二人もいらない。コトカちゃんが回復するまでは私も自由に動かせてもらうわ。黙って待ってるほど私もお利口じゃないんでね。さすがはソフィアだ。とりあえずソフィアがみんなの統率をしてくれたら俺も安心だ。うん、でもどうするの？ミカドルエデンのメンバーを呼ぶの？必要なら呼ぶ。そうじゃないならこんな危ないところには呼べないよ。それでさっきの話にベルがいなかったけどベルはどうした？聞いたらもう用がないから帰るって言って私たちが出かけてすぐ戻ったらしいよ。ルラ様も私が虚構迷宮から出て少ししてから戻ったしね。なら無理か。ミエルって確か昭和結晶持ってただろう。ミガドルエデンの連絡道具、地球側で持っている奴がいたら連絡しようと思ったんだけど。確かに。そこまで頭回らなかったよ。だってまさか地球外だなんて思わなかったし。とりあえず地球のことはみんなを信じる。俺は早くこっちの問題を解決する。そうしないと俺はみんなに会うこともできないからな。助かったよ。正直知り合いが一人もいなかったからすごく心細かった。ヘブンズハート、泳げばよかったのに。そっか、寂しさで呼んで、ヘブンズハート、たちを危険に合わせたくなかったんだ。ミカドオーラもストック1オーラだし、はっきり言ってその程度で呼んでもこの場では力不足。寂しいと言いながらもしっかりみんなのこと考えてる。さすが主様、なら私は期待を裏切らないように頑張らないとね。ロートのところに向かおうか。さっきのが目的のエラーっていうのも分かったし、あとはロートから情報を聞こう。あ、先ほど戦っていた緑の眼帯の神がロートです。おそらくもうそろそろこちらに来ると思います。すまない、綺麗に後始末していたら遅れた。アリシア様、汚染問題の件、答えは出ている。ぜひ我の部屋に来てくれ。
十分有意義な話を聞けることは約束できるだろう。ありがとうロート、では案内お願いします。アリシア、彼女は、その、大丈夫です、礼儀は問題ありません。なるほど、今までいなかった男性、ということはパト様だな。我はロート、エイド、最上級神であり、護衛部隊所属で副総長をさせてもらっている。好きなものは壊れにくい強い敵、嫌いなものは可能性を壊す敵、よろしく。最近は強い敵を倒せて欲求も満たせて満足なんだ。肌のツヤも良くなるというものだな。ああ、ダメだこいつ、根っからの戦闘狂だ。あのエラーと戦って欲求が満たされたとか変態もそれじゃん。あまり関わりたくないタイプだ。行きましょうパト様、ケタフザドの情報を聞きましょう。さて、どこから話したものか。まずは汚染についての結果をお願いします。これを持ってみてくれないか。これはそこらに落ちていた石ころをきれいにしたものだ。ちなみに汚染している石と同じものだ。ということはこの石からエラーが？そうだったら面白いのだがな。残念ながらその汚染の正体はただのエラーのオーラ痕跡、つまりエラーが通った痕跡。私たちも攻撃されたら同じようなものがついている。それらが何重にもこびりついている頑固汚れだ。つまり無機物に感染してそこから生まれているのではなく、無機物を通って表に出てくるから汚染しているということ。つまり発生源ではない。同じく水や空中、植物も調べてはみたが同様エラーの出しているオーラの痕跡が漂っている。それが結果的に体に猛毒って話だ。どちらにしても厄介なものさ。性質はなんとて粘着性が高く、汚れを多く含んでいる。つまり体内に入って蓄積されれば至るところで、つまり汚染し消滅、そんなところだろう。なるほど、簡単に言えば超強力なタバコの闇みたいなものか。喫煙室とか真っ黄色で汚いからな。そんなの体に一通り洗浄オーラを流せばすっきり流れるのにね。そんなこともできるのか。上手オーラ技術だね。毒素や汚れを流す技術、まあ他人に使うときはその人のオーラの流れを把握しないといけないから面倒くさいけど。そこの天使は優秀なんだな。だが君みたいに治療に優秀な子は少ないんだ。それも視野に入れないとダメだな。少ないということはいたんだね。それでなんで対策が練られてないの。直すだけだと後手だよね。だから我がこうやって研究していたんだ。これで対策もできる。時期にこの汚染オーラも除去できるようになるだろう。ちなみにだけど、この状況になってどれくらいの日にちが経ったの？鎖国状態になったのは4ヶ月も前ですね。見える、あまり騒動は。主様、聞かないとダメだよ。だってあまりにも行動が遅すぎるよ。4ヶ月でまだ汚染しているものが分かったって言ってるレベルだよ。神開催広報の優秀な神たちが揃っているのに。私も重役だからわかる。内装が起きてるよね。それで方針が定まらないまま各自好きにしてる。だからここまで結果が遅れたんじゃないの。ふん、痛いところを。まあ、今日の会議を見ててもわかるよ。トップの3人の方針がバラバラなんじゃないの。3人、というより副長含め6人全員の方針が違う。アリシア様はチームワーク、代理を務めているだけあってバランスのいい考え方だ。私はエラー個体の研究をして対策を練る。パト様の考えに最も近いと言えるだろう。政治部隊副長のルンは犠牲者ありきで一気に結果を出そうと考える、非人道的。だが結果は聞く限りどれも確実性が高いのが何とも言えないところだ。先行部隊副長のトールは目に入る敵全員とりあえず潰せという脳筋力技。ぶっちゃけ帝国の崩壊している建物の半分はエラーだが、半分はトールだ。先行部隊総長、武将ソルテ様はことなかれ主義だな。誰の意見にも否定せず、だが賛同もしない。ずっと自分の結果を持たないまま、とりあえず倒している。やはりソルテ様に賛同する配下は少ないな。優柔不断と見られているから仕方ないがな。護衛部隊総長、首相ラル様は堅実で確実性を求める実力主義、厳しい態度だが、最も貢献して結果を出している。最も賛同する配下が多い。だが我やトール、ソルテの方針は嫌っている。はっきり言ってこの研究が遅れたのもラル様が原因だ。我は護衛部隊副長だからな。この際はっきり言っておくぞパト様。大層な考えは賛同を得て、団結しなければ叶わない。全員を納得させ、賛同させなければ帝国に勝ち目はない。それが現実だ、パト様。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。
それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。